3、2。皆さんこんにちは。4回目の今日は、先手四間飛車対居飛車急戦で斜め防御を見ていくんですけれども、また前回とはちょっとまた居飛車側がですね、工夫した形で攻めてきた場合の 対応を見ていきたいと思います。それでは解説を始めていきます。もう出だしはもう一緒ですね。もうおなじみの76歩、34歩、66歩、84歩、68飛車、62銀、48玉、46玉、38玉、32玉と、16歩、14歩、28玉、54歩、78銀、52金右、38銀、85歩、77角、42銀と、前回と同様に、まあ、急戦志向の手ということですね。でこちらも固く囲って5八金左と美濃囲いを完成させておきます。5三銀左、5六歩、7四歩、4六歩、6四銀、6七銀と、ここまでは、前回と全く一緒です。で、同様に7五歩と仕掛けていきます。で、7八飛車と攻められている筋に飛車を振りまして、7六歩と取り込みまして、同銀に7二飛車と、でこれも前回と同じで6五歩と決戦ですね、角交換を挑みます。7七角成、同飛車、5三金と、6七銀と飛車交換を迫りまして、でこの局面で、前回はいきなりここに7九飛車と打つ手を解説したんですね。ですがあまり芳しくなかったということで、ここで居飛車が工夫をしていきます。それが7六歩ですね。まあ、桂は桂頭ですね、頭が弱点ですので、それをまあ突いた手でもあるんですが、ほっとくと成られてと金ができてしまいますので、これは同銀と取る一手ですね。で前回との違いは、銀が6七にいる状態で飛車を打ったんですが、今回は7六に一路違う状態で飛車を打ってきます。で次にですね、前回ではこの形で、例えばですね、何か振り飛車側が一手指してここに竜を作っても角を打てますよという形だったんですが、今回は銀がですね7六にいますので、同様に取った時に角を打てないんですね。で銀取りにもなっているということで、これは振り飛車側がまずいです。こうなってしまうと。ですので、ここも手筋がありまして、6七銀と、この金銀をですね連結させながら銀をまた6七にちょっと一回引くような形になるんですけど、これがまあいい手になるわけなんですね。でまあ桂が取れるといって、で仮に取りますと、今度は6七に銀がいますので、銀がこの角の足場になって、これで両取りになるわけですね。竜とこの1一の強取りになるわけです。これは居飛車側がいけないので避けなければいけないんですが、もう1枚ですね、仮に居飛車側がこうやって歩を持ってたとすると、ここにもう1枚打てばさっきと同じ形にできるんですけど、角しかないので歩がないですので、この筋が効かないわけですね。
ですので桂馬が取れないので香車を取っていきますと。でこの局面なんですが、先に竜を作られて香車も取られてるんですけども、振り飛車側からも8三飛車っていう打つ手がありまして、でこれ桂馬取りなんですね。で、まあ、次桂8一に飛車がなって桂香取れそうなんですよ。でそれで駒損がかなり回復できそうなんですね。で今何気なくここに打ったんですけど、ここに打っても同じじゃないかと思われるんですが、ここに打ってしまうと桂馬をちょっと逃げられる手が気になるんですね。桂馬を逃げられてしまうと、こう飛車がなっても桂馬をすぐには取れないんですね。ですのでここに打った効果というのが、同じようにですね、例えば逃げられた時にここに歩が打てるということなんですね。そうすると次と金がなって次銀当たりにもなりますから、これは非常に厳しい攻めになりますね。ですので、まあ、一旦ちょっと駒損にはなるんですが、振り飛車側が8三飛車と打った局面は桂香を取り返せそうですし、また攻めにもですね、攻防にここに角を打ったりですとか、いろいろ攻め手に困らないので、この局面は振り飛車が指しやすいという形ですね。いかがだったでしょうか。まあ、カウンターをですね、狙いながら指すというのが、まあ、初回でも2回目でも出てきたんですけども、大事なことになりまして、まあ、一瞬相手にですね、大駒を鳴られてちょっと損に見えるんですけれども、うまい切り返しがあれば振り飛車側の方がやっぱ王様が硬いですから、十分に戦えるということが分かったと思います。次回はまた居飛車側がですね、斜め棒銀で来るんですが、また今回とは違った攻め方で来た場合の対処を見ていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。